燃えるという字に行きますね。とにかく幅が広くなってしまうので、幅を狭く書いていきますね。まず辺を、右下に向かって点を書いたら、少し上から真ん中を狙って立ち気味、立てて立てて立てて払ってきますね。この線の延長あたりにこの点を書くと良いです。同じぐらいの字か、ちょっと下ぐらいですかね。これも立ち気味ですね。少し横に行って、平行に持ってきますね。で、点を2つ書きますが、この2番目の線がこの半分よりも下で終わるようにだいたい持ってきます。そしたら、上の点あたりから右上がりのちょっと位置ですね。これよりも高い位置からまっすぐに持ってきてから払います。少しここを開けて、これと同じ角度ぐらいで止めますね。で、そして点です。たら4つの点を書きますが、最初と最後はちょっと大きめ、2番目と3番目は少し小さめ、大きめで、だいたい開き具合とかを合わせると良いです。